ム超ハイテンションボーイさんからいただきました、はい、ありがとうございます。恐縮です。あ、恐縮です。ウィス鶴田さん、石毛さんは徳島と奈良に行かれたことはありますか？以上、恐縮でした。ということで、ハイテンションボーイなのにもかかわらず超ハイテンションだったかはハテナなんですけれども徳島と奈良は行かれたことはございますか？僕ね、沖縄以外全部行ったことあるんですよ、うん、え、すごくない？旅人なんですね。いや、でも、うん、旅は旅なんですけど、僕、舞台ずっとやって、うんうん、そう、で、劇団の時に旅公演っていうのを1年かけてやるんですけど、うんうん、で、僕その作品に入ったことがあって、それで北海道から、でも沖縄だけ行ったことないんですよ。で、僕手前の奄美大島まで行ったことがあって、で、そこで公演してたので、うんうん、観光ではないから、何がこう、特産とかっていうのは、はいはい、全部知らないんですけど、うんうん、踏み入れたことがあるかって言われると、その沖縄以外は全部踏み入れ。すごい、そうそうそう、すごい、マジすごい。私はね、徳島はね、あるかどうかちょっとわからないですけど、うんうん、奈良は、小学校とかの遠足かな？そうだ、僕もそうでした。僕は遠足じゃなくて修学旅行でした。あ、本当ですか？そう、小学校、そっかそっか。そう、私は関西出身なんで、そう、そう、そう。遠足なんですね。遠足で、小学校の時に、奈良の大仏のところに行って、した覚えはありますね。はは、うん。最近は行ってない。最近は行ってないですね。私はね、逆にね、そういう旅行とかあんましてないタイプなんで、国内少ないですね。おー。国外の方が意見ある。国外そうなんですね。意外なこと言っていいですか？はい。こう見えて私、帰国子女なんですよ。え？うん、そう、小学校手前まで、関西じゃないや、香港とシンガポールに住んでた。そうなんですか？そう、だから知能的にはね、そこがハイレベルだった。いや、すごい。すごいですよね。英語喋ってたんですよ、だから昔。マジっすか？そう。だけどね。すごい、尊敬だわ。そうでしょ？でも関西帰ってきた関西弁と英語がね、トレードしたんですよ。そこトレードしちゃった。トレードしちゃってね、今は全くね、ハローぐらいしか言えないんですけど。いやいやいや、すごい。そうなんですね。そう、実はね、そんな過去を持っておりました。知ら